私のスキンケアをずっと教えてほしいっていっぱいコメントもらってたんですけど、なかなかできてなかったから、今日はそれをやろうかなと思っています。クレンジングからいきますか。シェルボークのレステッドスキンクレンジングリキッド、これはね初めて使ってて、いつもはね3の、 あのクレンジングオイル使ってたんだけど、あれを今ちょっと切らしちゃってて、他のまあなんかオイルじゃなくてもいいぐらいのメイクしかしないから、基本的に落ち具合は結構ねいいかなって思うんだけど、あんまりなんかこれといってすごいいいっていう感じではない。なんかクレンジングミルクかなんかもあったかな、これはねすごい良かった。私はそっちの方が好きだったかな。全然あの丸だけど、そんなにすごい何がすごいいいって言える感じではなかった。 Used to the people のケール、グリーンティー、スピナッチ、ビタミンズ、スーパーフードクレンザー。私ダブル洗顔しないんだけど、朝たまに洗顔したいなって思ったり、ジム行ったり走ったりした後シャワー浴びる時に必ず洗顔するから、その時はこれを使ってて、これはねフィガロの取材でハワイに連れてっていただいた時にセフォラで買ったかな。で結構使ってて、なんか洗い上がりもそんなに突っ張りっていう感じじゃないし、あのすごくいい、お肌に優しいと思う。 Used to the people 結構こだわって作られてるオールスキンタイプスだから、どんな肌質でも大丈夫。そう、 LA にねお店がねあるんだよね、行ったことないけど。化粧水、フレッシュのローズディープハイドレーションフェイシャルトナー、これはもうね何本使ったか分かんない。海外行ったら必ずこれをね買い足して2本ぐらい買って帰るようにしてるんだけど、すごいやっぱり保湿力がねすごいある。どんな化粧水とかよりも結構あるかなって思った。一年中使える、しかもあの季節関係なく。次がセラム系、最近ね使い始めたのこれ、シゲタのアウェイケニングモイスチャーセラム。これはねあの朝つけるセラムなんですけど、まあ、その名の通りアウェイケニングってなんかこうちょっと起きるみたいな感じ。これはすごい保湿もしてくれるし、あのメイク前とかはもちろんすごいいいと思う。結構しっとりするし、だけどそこまでなんかベターとかはならない。これはね夜に使ってて、クレアーズフレッシュリージュースドビタミンドロップ、これはね夜ね化粧水つける前にもうだから洗顔とかあのお風呂から上がって顔拭いたら一番最初につけるの、これはすごいねビタミン C ギュッと入ってるなっていう感じがする。肌も結構ワントーン明るくなるし、すごい元気が出る肌に。これもフィガロの取材で韓国行った時にこれ気になってたやつ、ブランドだったから買ったんですけど、なんか 5滴ぐらいしか使わないから持つしいいよ。あとはオイルかな、アスレティアコアバランスオイル、これはオイル状美容液なんだけど、こうやって2層になってて、これをね売って振るとこう混ざるわけ。そこまでオイリーしないから、なんかオイル難しいなとかいう人もすごいいいかも。でも結構しっとりするし、そんなになんだろう重たくなんないから。でこれもう一個オイルなんだけど、3バランシングエスキューオイル、スクワランってことでいいのかな。これはねすごいいいよ。そんなにこれも安くないですけど、それなりのパフォーマンス見せてくれますよ。これも夜だけ、化粧水の後にこれを3滴ぐらいで大丈夫、3滴ぐらいで全然塗って最後クリーム塗って寝ると、もうほんと2日目ぐらい分かるよ自分の肌が潤ってるなっていう感覚が。
布団みたいな感覚になるの。ふわふわみたいな。わかるかな。マルティナシアーナクリーム。冬いきなりすごい乾燥するようになっちゃって、まあ年なんだけど、どう考えてももうめちゃめちゃ絶対保湿してくれるものみたいなのを探してて、したらなんか友達がここいいですよって教えてくれて、もうすごいベタベタってなるんだけど、もう次の日ってめちゃめちゃしっとりしてるの。もう次の日びっくりする。ドクタージャートセカペアクリーム、朝用のクリームとか、なんか夏とかは結構使ってるかも。ずっとこれももう何本目だろう、ほんと 4,5 本使ってるかも。肌をね、落ち着かせてくれるような効果があって、だからニキビとかの人はいいかもね。あとなんかあるかなって思ったけど、なんか割とシンプルにしたくて、スキンケアは基本的にそんなにいっぱい使わないようにはしてて、スペシャルケアとかはまた別のビデオで紹介しようかなって思ってるけど、あとはね、お水をよく飲むことかな。いつもこれとコーヒーをなんか交互に飲んでる。あととにかく自分の食べてるものがどれだけ肌に影響してるかっていうところを理解するようになってからは、だいぶトラブルは減ったかなと思う。脂っこいものとかやっぱり食べ過ぎてたら多分影響出ると思うし、もう体の中のことが一番現れると思うから、もうさ、家にこもりきりで結構食べたりとかしてるから、私もなんかニキビとかできたりとかしてるんだけど、あと運動すること、運動して汗をかくこと、まあもちろんなんか半身浴とかお風呂に使ったりとかももちろんすごい大事だけど、運動して汗をかくっていうのはなんかまた違う意味で肌にはすごくいい影響を与えるんじゃないかなと思う。もちろんね、私もニキビとかできたりとか全然するし、なんか手に負えない肌荒れになったこともあるけど、その時はもう私は一目散に皮膚科に駆け込む。もう一旦全部自分が使ってるものとか何が合うか合わないかとかが分かんなくなっちゃってるから、皮膚科の先生にお任せするのが一番いいと思うぐらいかな。またボディケアとかヘアケアとか、ヘアケアはねあんまりやってることないんだけど、その辺はまた違う時に、ぜひチャンネル登録を、そこのあなた。Ahead, 'cause I've been thinking about forever.